実は近代日本の精神の礎であり、幕末の志士たち、明治維新の志士たちを数多く世に送り出していった萩の吉田松陰先生が最後に残された流言録を解説取り上げていきたいと思います。処刑をされる前々日、それから前日にわたって一晩で書き上げた遺書でございますね。この流言録は実は2部作っておられて、で1部は自分の弟子である門弟の飯田松柏というね門弟がいたんですが、松陰先生の処刑後に門弟の飯田松柏と義人 の手に渡って、それから高杉晋作いったその塾生たちに送られていった。で門弟たちはその先生の書を各々がだけで書写してそれぞれ持っていったらしいんですが、飯田松柏に渡したこの本体自体は途中でもう紛失してしまって今もう現存はしていない、まあ、当時幕末の例えば草加玄瑞なんかはその後戦死したりなんかしてますし、高杉晋作も騎兵隊なんか立ち上げたりなんかして、ね、激しい動乱の時代に巻き込まれていったので、でしたしもだからそういう中でおそらく散逸していったのかなと思われます。だからそちらの方は現存していませんが、もう一部松陰先生が書かれたものは今も現存してるんですよ、奇跡的に。でそれはなんでかっていうと、2部の1部はまあ弟子の飯田松柏に渡したとして、もう1部はね実は一緒に五湖につながれていた沼崎吉五郎という人がいて、この人に渡したらしいんですよね、この人に持っといてと。で約束として、ゆくゆくはこれを長州の弟子たちに手渡してほしいというふうに頼んでいたらしいんですよ。で沼崎さんはこの後三宅島の方に流罪になっちゃって、三宅島にいる時はふんどしの中に入れて隠して持ってたらしい。明治7年にやっと東京に戻ってくる。明治7年帰ってきてから本土の方で松下村塾の門弟ゆかりの人を探しあぐねてですね、ようやくその2年後の明治9年に当時神奈川県の県令になっていた野村康さんというね、この人が門弟の一人だったんだけど、この人にようやく自分が手図からね松陰先生から手渡されたもう一部の本体であるこの流言録をようやく手渡すことができ、実は2部あったんだということが世に知れ渡ったわけでございます。松陰先生直筆の流言録はその後ですね、この野村さんからですね、現在は萩の松陰神社の方に収められているものになります。私実は今手に持っているものが萩の松陰神社さんでお受けしてきた流言録の写しでございますが、直筆で書かれた文字そのまま写しになっておりますので、片見分けみたいな感じでね、松陰神社のご神体とも言うべきものだというふうにありがたいものだと思って、絶えず私もこれは携帯するようにしてる。なぜ今吉田松陰先生の志というものをもう再び発掘しなきゃいけないかって強く思っているかっていうと、今現在の世界情勢がまずめちゃくちゃっていうことで、日本人に全くその辺に対する危機感がないっていうことですね。日本を付け狙う国がうようよいるわけですよ、 YouTube だから言えないけど、ということに対しての日本人の危機意識が全くないという中で、日本人の DNA の奥底には必ずずっと引き継がれてきた大和魂っていうのは絶対に埋め込まれてるはずだと私はそう信じて、それを再び揺り動かしてくれるのが南高精神であり、この南高精神を強く引き継がれた吉田松陰先生の志だというふうに私は信じてやまないわけです。だからこそ今一応ですね、この流言録を全て現代語訳で解説していきたいと思います。松陰先生の志と皆様一体になっていただいて、そうすることによって必ず魂の共鳴というのは起こると、まあ、そのように信じておりますので、ぜひ耳を傾けていただけたらなと思います。何かしらの悟りが開けるんじゃないかと思っております。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。まず冒頭にですね、三輪たとい
武蔵の述べに朽ちぬとも、とどめをかまし大和魂という句が、ございます。有名でございますね。10月25日21回申し、これは松陰先生の号でございます。25日から26日にかけて書かれたものでございますね。27日にはすでに処刑をされていらっしゃるので、誠に亡くなる前々日から前日にかけて書かれたものでございます。文字は直筆での写しとなっております。揺らぐ心ですね、揺り動く心っていうのはすごく伝わってくるものになっております。はい、現代語訳いきます。一つ、私の気持ちは昨年から数えきれぬほど何度も移り変わってきた。とりわけ私が蝶の観光やその屈兵のようにありたいとしてきたのは皆の知る通りであろう。だからこそ入江杉蔵は総別の句として縁や蝶の国には多くの人がいるが、観光のような人物は一人しかいなかったし、慶や祖にも深く国を思う人は屈兵だけだったという句を送ってくれたのだ。実は5月11日江戸送りのことを聞いてから誠という言葉について考えたのだが、この時に入江杉蔵が死の文字を送ってくれた。しかし私は死については考えず、一枚の木綿の布に孟子にして動かざる者は未だこれあらざるなりの句を縫い付けて江戸へ持参した。私が評定所に留め置かれたのは私の志を表すためであった。昨年から朝廷と幕府の間では意思が通じていないようだ。いやしくも私の真心が伝わればおのずと幕府の役人も分かってくれる、そう思いを決めやらなければならないことを考えた。しかし蚊のような小さな虫でも群れをなせば山を覆ってしまうことの例えの通り、幕府の小役人たちに握りつぶされ、とうとう何もできないまま今日に至ってしまった。私の徳が薄いので市政を通じることができなかったと受け取るべきであろう。今さら誰を咎め恨むことがあろうか。誰も恨むことはない。7月9日初めて評定所から呼び出しがあった。三部経による取り調べがあり、次の2点について私を尋問した。一つは梅田運賃が萩へ来た時何かミスタンをしたのではないかということ。二つ目は御所内に落とし踏みがあったが筆跡が似ているのでお前が書いたのではないか、覚えはないかと尋ねられた。尋問はこの2点だけであった。梅田は関係に長けていると感じるところがあるので、私は梅田は胸襟を開いて語り明かすほどのものではない、そういう意味で彼と蜜月などするはずがない、私は公明正大であることを好む、どうして落とし踏みなどという隠れ事をしようかとはっきり答えた。その後私は6年間優秀の身で苦心して確信した諸説を披歴し、ついに大原重富を萩に迎え長州藩を通信として志ある藩で挙兵しようという計画をしたこと、さらには老中真鍋明勝の妖撃計画を話したので獄に入れられる身となった。私は激しい性格で人から罵られると我慢ができない。だから今回は時の流れに従って人々の感情に適応するように心がけてきた。そして幕吏に対しても幕府が勅許を得ないまま日米修好通商条約に調印したのはやむを得ないことであると述べた上で、その後の措置こそが寛容であると論じた。私が解こうとするのはすでに対策一同に書いた通りであるのだが、こうした私の姿勢には幕吏もさすがに怒ることはなかったが、私の説に対しては幕吏は言っていることが全く的を得ておらず、身分の低いものでありながら国家の大事を論ずるなど不届きであると弁じた。私はそれに抗わず論争を避け、ただ
このことが罪になると言うのであれば罪を避けようとは思わないとだけ述べた。幕府の方では庶民が国を憂うことを許してはいけない。その良し悪しについては私もこれまで議論をしたことはなかった。聞くところによると薩摩藩の日下部移送使は取り調べの際幕府の失政を次々に挙げ、このようなことを続けていれば幕府はこの先3年はおろか5年も存続できないであろうと述べ、幕吏を激怒させた。さらにこれで死罪になろうとも悔いはないと言い放ったという。この気概は私ですら及ばない。私は入江杉蔵が私に死を覚悟するよう求めたのもこういった意味だったのかなと思う。思えば当の人段秀実は閣議に誠意を尽くし、主政には激しく非難をしたために殺された。こうしてみると英雄と言われるべき人物は時とところによりそれにふさわしい態度で臨んでいる。大事なことは自分を顧みて良心に恥じない行いをすることである。そして相手をよく知り好機を捉えることが大切だ。私の人としての価値は死後に棺桶を蓋で覆って初めて評価されるべきなのである。この度の調書は甚だ粗略なものであった。7月9日に一通り申し立てをした後、9月5日、10月5日の領土に渡って呼び出しの時も大した取り調べもないままに、10月16日に至り供述書の読み聞かせがあり、直ちに署名せよとのことであった。私が苦心をして述べたアメリカ施設との外交交渉や海外渡航の雄大な計画に関する考えは何一つ書かれず、ただ数箇所のみ開港のことに触れ、国力充実の後打ち払うべきなどと私の心の真意ではない愚にもつかないようなことを書きつけ供述書としていた。私は言っても無駄であることを悟り、あえて抗弁しなかったが不満が甚だしく残った。安政元年の下田東海での取り調べ書と比べると雲泥の差だというしかない。7月9日、大原重富公を長州に迎える作、老中真鍋明勝妖劇作のことを一通り申し述べた。これらのことは幕府もすでに事前情報で承知していると思われたので、誤解なきように明白に述べておいた方がかえってよかろうと思い申し立てたが、幕府は全く知らなかったようであった。幕府の知らないことまで述べたことにより多くの仲間たちに累が及び、無関係の人を傷つけることになってしまっては、毛を拭いて傷を求める例えのように、強いて他人の欠点を探し求めればかえってこちらの欠点を晒すことになると思い直した。だから真鍋妖劇の件についても待ち伏せて襲撃し妖劇するということから待ち伏せて諌める妖刊と言い換えた。また京都で連番した同志の姓名なども隠して明らかにしなかった。これは後の運動のためを思ってしたささやかな私の老婆心からである。これにより幕府が私一人を罰して他に類を及ぼさなかったのは大変喜ぶべきことであろう。同志諸君、このあたりのことを深く考え立ち上がってほしい。真鍋妖刊の件でもし諌めることができなかった時は差し違えて死に、警護の者がこれを邪魔する時は切り払うつもりだったというのは実際には私が言っていないことである。ところが三奉行が強いてこの文言を書き記し、私を罪に陥れようとした。このような偽りの罪をどうして受け入れられようか。そこで私は16日供述書の署名の席に臨んで、石谷池田の両奉行と大いに言い争った。私は死を恐れたのではなく、両奉行の権力によるごまかしに屈服しないためである。これより先の9月5日10月5日の2度にわたる取り調べの際に人脈に詳細に話したことは、
命をかけ真鍋をいさめようとしたことであり、必ずしも差し違いや切り払いの策を講じていたのではないということだった。吟味役もこのことを十分に認めていたのに、供述書には妖劇と書き記しているのはごまかし以外の何者でもない。だがことここに至っては、差し違い切り払いのことを私があくまで否定したのではかえって我々の信念の激烈さを欠くことになり、同志の所有も悔しいと思うであろう。私も悔しいと思わないわけではない。しかし繰り返し考えると、死したる者が仁義のために死ぬということは、差し違えるとか切り払うとかなどといった言葉は問題ではない。今日私は権力の関係によって殺されるのである。すべては天地神明の召喚状にある。何も教えもことはない。私はこの度のことで最初から生を得ようとは考えなかった。また死を求めたこともない。ただ自分の誠が通じるかを天に委ねてきた。7月9日取り調べを行った役員の態度からほぼ死を覚悟した。私はそれを死に書き留めた。明の国の楊恵政という人は、政治の実権を握った元帥の横暴を訴えたことにより処刑されたが、彼は忠誠を貫いて死ぬことに満足したであろう。漢の名医淳威は罰せられた時、命乞いをしてまで生きることを望まなかったであろう。ところがその後の9月5日10月5日の2度の取り調べが寛容なものであったので、ひょっとしたら死罪を逃れることができるかと思い、これを喜んだ。これは私が命を惜しんだのではない。昨年の大晦日、上位は一時猶予、いずれ後部合体により上位すべしとの勅状が幕府に下った。本書の3月5日、長州藩藩主毛利義親公は萩を出発した。義親公を伏見で迎え、苦行と会っていただき、そこで攘夷の働きかけをしようとした私の計画はここで完全に失敗した。そこで万策尽きたので、死を求める気持ちが強く湧き起こった。しかるに6月末江戸に来て外国人の様子を見聞きし、7月9日僕につながれてからも、天下の形勢を考察するうちに、日本のために私がなさねばならないことがあることを悟り、ここで初めて生きたいという気持ちがふつふつと湧いてきたのだ。私が死罪とならない限り、この心に湧き立つ気概は決してなくなることはないであろう。しかし16日に行われた調書の読み聞かせで、裁きを担当する三奉行がどうあっても私を処刑にせんとしていることがはっきりとし、息ながらう気持ちはなくなった。私がこういう気持ちになれたのも平素の学問の力であろう。今日私が死を覚悟して平穏な心境でいられるのは、春夏秋冬の四季の循環の哲理を悟ったからだ。つまり春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。秋冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒を作り甘酒を作って村々に歓声が満ちあふれる。いまだかつてこの収穫期を迎えてその年の労働が終わったのを悲しむ者がいるのを私は聞いたことがない。私は現在30歳、いまだことを成就することなく死のうとしている。農業で例えれば、いまだ実らず収穫せぬままに似ているから、そういう意味では生を惜しむべきなのかもしれない。だが私自身について言えば、私なりの花が咲き実りを迎えた時なのだと思う。そう考えると必ずしも悲しむことではない。なぜなら人の寿命はそれぞれ違うからだ。四季は定期的に巡って営まれているが、人の寿命はそのようなものではないのだ。しかし人にはそれぞれふさわしい春夏秋冬があると言えるだろう。10歳にして死ぬ者には10歳の中におのずからの四季がある。
20歳には20歳の式が、30歳には30歳の式が、50歳には50歳の、100歳には100歳の式がある。10歳をもって短いというのは、セミの儚き命を長寿の霊木のように命を長らせようと願うことに等しい。100歳をもって長いというのも、長寿の霊木をセミのごとく短命にしようとすることなので、いずれも天寿に達することにはならない。私は30歳、式はすでに備わっており、私なりの花を咲かせ実をつけているはずである。それが単なるもみ殻なのか、成熟した栗の実なのかは私の知るところではない。もし同志の諸君の中に私がささやかながら尽くした志に思いを馳せ、それを受け継いでやろうという人がいるならば、それはすなわち種子が絶えずに穀物が毎年実るのと同じことであるから、何ら恥ずべきことではない。同志諸君よ、このあたりのことをよく考えてほしい。東アゲアにいる水戸の豪士堀江義之助とはこれまで一度も会ったことはなかったが、しかし彼は真の知己であり有益な友である。彼が私に言った、その昔幕臣の矢部春秋は政策の違いから桑名藩へお預けとなり、その日より絶食し敵を呪って死に絶えたが、その後彼の政策が正しかったことが証明され、ついには敵を失脚させることができた。今あなたも自ら死を決意するからには、心に念じて内外の敵を打ち払うことだ。そしてその心をこの世に書き残しおいてほしいと丁寧に忠告をしてくれた。私はその言葉に心から感服した。また水戸藩士であり堀江とは同じ獄にいる鮎沢伊太夫は私に言った。あなたの沙汰がどう出るかはわからないが、もし自分が島流しになれば、天下のことは全て天命に委ねるしかあるまい。ただし天下にとって利益になることについては、同志に託し言い置くべきことを伝えておかねばならないと考える。この言葉は私と意を同じくするものであった。私が心に念じることは、同志が私の志を継承し、必ずや尊王攘夷に大きな功を立ててほしいということである。私が死んでも堀江鮎沢の漁師は島流しになろうが、獄につながれようが、私のどうしたらんとする者は彼らと交わりを結んでほしい。また本所亀沢町に山口三遊という人がいる。彼は義に熱い人のようで、堀江鮎沢の漁師を獄外から支援されている。私がこの人に及ばないと思ったのは、小林民部のことを堀江鮎沢の漁師から伝え聞き、小林のためには尽力をしていることだ。この人は思うに非凡な人だと思われる。この3人へ連絡するには、この3人をよく知る山口三遊に頼んだらよい。堀江義之助は神道を崇め、天皇を崇敬し、そのご制度を明らかにし、異端や邪説を排除することを望んでいる。彼は朝廷から教本を発行して天下に配布するのが良いと考えているが、私は教本の発行をするには一つの方法があると思う。それは身分の分け隔てなく学ぶことができる大学を京都に作り、皇室の学風を天下に示すことだ。全国の優秀な才能人材を京都に集め、天下古今の正論定説を編集して書物を作り、それを朝廷で教習した後、これを世に広めていけば人心はおのずと定まるだろう。そこで私が平素より入江杉蔵と密議し、尊攘堂建設のことを堀江に相談し、この役を杉蔵に任すことに決めた。杉蔵が同志と相談することにより、内外の同志から協力を得ることができれば、私の志した計画も無駄にはならない。去年勅諾や臨時を得ようとした企ては失敗したが、尊王攘夷運動は決してやめるべきではないから、
今後も良い方法を考え、先人の志を継承せねばならない。そのためにも京都に学校を作ることは素晴らしいことである。小林民部が言うには、京都の学習院は日を決めて百姓町人に至るまで出席させ、講釈を聴聞することが許されているそうだ。講義の日には公家方が出向き、講師として菅原家、清原家および官位を持たない儒者も加わり行われるそうだ。これを基本にして考えればさらに良い方法が見つかるだろう。また大阪の懐徳堂には霊源上皇の直筆の変額があるので、これを元としてもう一つの学校を起こすのも良い考えだと考えている。小林民部は公家である高塚家家の初代友であるが、この度島流しの罪に処せられている。安政の大獄に連座した京都の同志の中でも罪が大変重い。この人は有能にして芸事にも深く通じた方であるが、文学にはあまり深くないようだ。ただ物事を的確に処理する才能を持つ人らしい。電話帳の西岡揚げ野郎にて私と同居していたが、後に東口に移された。小林は京都の吉田神社の鈴鹿石州や筑州とは特に親しいらしい。また江戸の山口三遊も小林のために大いに尽力しており、鈴鹿か山口を通じて入る先の小林まで連絡を取ることを同志に勧めたい。京都でことをなすときは必ずや力になってくれるであろう。讃岐の高松藩士長谷川宗右衛門は数年にわたり藩主をいさめ、藩主と水戸藩との橋渡しに大いに努めた人物である。今彼は息子の早見と共に捕らえられ、彼は東の牢屋に、息子の早見は西の牢屋で私と一緒だが、この不死の罪を私は未だに知らない。私が初めて長谷川王を見た時に、そこには御栗が立っていて言葉を交わせなかったが、彼は独り言のように次のように言った。玉となって砕かれようとも瓦となって生きながら得てはならない。私はその言葉に深く感動した。同志諸君、その時の私の気持ちを察してほしい。今まで書き記したことは無駄に書き留めたものではない。天下のことを成功させるためには、天下の勇士の物の父としての志を通じなければ達成しえない。私がここに記した数人に関しては、今回新たに知り得た人物なので、これを同志に知らせておく。なお勝野安三郎はすでに出獄している。したがって何かにつけて彼に詳細を尋ねるとよい。勝野の父正道は今潜伏中だが、有志の死と聞いている。いずれ頃合いを見て探し出すとよい。同志の諸子は安政の大獄という戦いに敗れ、傷ついた獅子にその戦いを聞き、本物の参考にせよ。一度失敗したくらいで挫折するようではどうして勇士と言えようか。このことを切に頼む。頼むぞ。越前の橋本左内は26歳にして処刑された。10月7日のことであった。左内は東奥の牢に5、6日ばかりいただけで処刑されたのである。その時勝野安太郎が橋本左内と同獄だった。後に勝野は西奥の牢に来て私と同獄となったが、私は勝野から左内の話を聞いて、ますます左内と会えなかったことを残念に思っている。左内は自邸内に幽閉されていた時、史実眼を読み注釈を書き、歓喜にも読破したという。また獄中では経学や技術のことについていろいろと論じたと勝野は私に話してくれた。勝野は私のためにこれを語ってくれたが、左内の獄中の論は私を大いに納得させた。私はますます左内を蘇らせて議論をしてみたいと思うが、左内はもうこの世にいない。ああ、とても残念なことだ。そう、月商の五穀論および銀行、朽葉破山の思考、いずれも天下の同志たちに見せたいと思う。
そこで私はこれを水戸藩の鮎沢伊太夫に送ることを約束した。同志のうち誰か私に代わってこの約束を果たしてくれるとありがたい。同志所有のうち小田村伊之助、中谷翔介、久保清太郎、草加玄瑞、入江杉蔵と野村和作兄弟たちのことを鮎沢、堀江、長谷川、小林、勝野たちへよく話しておいた。松下村塾のこと、須佐敦貴の同志のこと、飯田松柏、お寺新之丞、高杉晋作及び伊藤理助のこともこれらの人に話しておいた。これは私が軽い気持ちで話したのではないということを分かってほしい。書き付けが終わった後に、心なる事の草々書き置きぬ、思い残せることなかりけり。呼び出しの声待つほかに、今のように待つべきことのなかりけるかな。打たれたる我を哀れと見ん人は、君をあがめて恵比寿払えよ。愚かなる我を求も求めず人は、我が友友とめでよ人々。七たびも生き返りつつ恵比寿をぞ、払わん心我忘れねや。10月26日黄昏に書く21回申し。以上が流行録の、現代語訳ですねになります。で、この流行録には松陰先生の死生観が非常に現れているというふうに言われていますが、特にその中でも第8章のこの四季の循環と人の一生をなぞらえた部分ですね、これが松陰先生の死生観としてよく語られるんですが、こと吉田松陰先生がその死生観を確立したのは、前回もお話しした通り金子重之助を失って志半ばで亡くなった獅子の死というものを直面した時に初めて得た悟りの極致がまさに七小説であって、正成の難攻精神から生き様死に様から得た悟りこそが七小説で、そこに関して非常に難しい文章でしたね、七小説はね。あの七小説に全てまとめられているんですが、ただ非常に難しい。で、こちらの第8章の方に書いてあるこの四季の循環に例えたこの死生観っていうのは、この七小説を宇宙の壮大な話からね、四季の身近な話になぞらえることによって誰でも分かりやすいような例えとして書いているわけですね。もう死が明日か明後日かと間近に迫っている松陰先生ですから、自身の死生観をより分かりやすく確実に弟子に届けるためにという、おそらくはそういう配慮があってですね、七小説だとかその難しいことではなく、誰でも本当に分かるように簡単に確実に届けるためにこういった書き方をねされたんだなっていうことはすごく感じます。そして特にですね、この書き付けが終わった後に以降ですよ、ここからの文字がね本当に揺らいでるんですね、松陰先生の文字。そこまで割と整った字をね書いていらっしゃいます。ここからすごく激しい劇場が現れていらっしゃるのが見て取れます。特に特筆するべき点とすると、京都の学習院、今の皇室の方々が主に通われる学校ですが、ここは公家とか皇族の方々とかが主に通っていた学校だったんだけど、ここが一般の庶民の方々も受け入れて学問を施しているっていうことを書き及んでおられることですね。だから当時の藩校っていうのは藩士の人たちしか行けなかったっていう体制だったのが、すでに皇室では開かれた形での学問所っていうのを設けていたっていうことが、これ特筆すべきことで、当時の武家政権っていうのがいかにいびつなもんであったかっていうのは、この記述からも分かっていただけることかと思いますね。それと最後ら辺ですが、吉田神社のことについて述べて
おられますね。で、吉田神社っていうのは皆さんよくご存知の吉田神道を提唱した方を輩出した神社ですね。ここの宮司が吉田神道の創始者ですからね、吉田兼友と言います。茂町家に、提唱された、新たな神道の考え方というか思想の一つですが、この思想というものの特徴が神道、それから儒学、それと仏教、この3つを合わせ持って、さらに老荘思想なんかも入れたりなんかして、いいところを全て抜粋した上で神道をベースに教えを広めていこうじゃないかっていうのが、この元々の吉田神道の形、まあ、唯一神道とも言いますが、これを吉田松陰先生も目指しておられたんじゃないかなと。だから、京都では神道を主にして学校をね作ろうじゃないかと。で、朝廷の学問のあり方っていうのを民に施すと民も一体になれるんじゃないかってことをここで言っておられるのは、おそらくはこの吉田神道というものを主にしてですね、でそれを国学というかね、国民の学問として広めていくっていう形がいいんじゃないかと。神道中心の国家の樹立っていうのをここで提唱されてるっていうのがね、しかも神道のあり方というのもここで具体的に述べておられるっていうのが非常に特筆すべきことかなと思いました。後の明治維新になってから新しい新政権の下で出来上がった神道の形っていうのは、例えば神技館なんかを作ったりなんかしてね、神道を中心にっていう形で作り上げていったものが途中からまあ軌道修正されてですね、例えば長州藩の支持母体であった信州の僧侶とかからの、まあ、いろんな圧力とかもあったし、まあ、そういったものとの兼ね合いで岩倉具視ですね、彼がうまくその政治的な手腕を様々に発揮してですね、結局神道一辺倒というよりかはうまく仏教も取り入れながら神道は宗教ではないんだっていう道筋で舵を切っていった。明治の新しい政権でのさまざまな紆余曲折を経て進んでいく、さっき申し上げた吉田神道だとか、もっと江戸末期になってくると復興神道とかね、まあ、その前でも伊勢神道とかもいろいろあったんだけど、まあ、そういう神道の、まあ、系譜についてはまたね、別途詳しくお話しする機会を設けられたらなと、思っております。というわけでいかがだったでしょうか。流行読、なかなか全文訳したものというのは少ないので、一部分だけに抜粋したりとかいうのは多いんですけど、直筆を見ていただいて、でなおかつ全文の意味を分かっていただくことによってですね、でこれと詩小説と合わせて理解していただければ、吉田松陰先生の遺憾とご自身の魂とか何かしら感じていただき、悟りを得ていただける部分があったのではないかなと、まあ、そのように願ってやみません。風雲急をつける昨今でございます。我々でもできる最大限の国家のための務めというものを成していきたいなと思っております。というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。